はい、皆さんおはようございます。ハリウッドスターを目指す男アレクサです。201名のファミリーの皆さん、本当に皆さんいつもありがとうございます。今日はですね、久々にヴィンテージ古着のカスタムの光景をお見せしたいなと、思いまして、まずですね、今3品完成したんですけど、これですね、これリーバイスの多分 70s いかないぐらいですかね、70505。これがこの前、もう今ほぼ完成になるんですけど、80s ぐらいのミリタリージャケットですね。これ缶バッジとかいろいろつけてます。まあ、この前お見せしたやつですね。あとはこんな感じですね。これが、去年作ったやつですね。このまま、あんま古くないです。80s ぐらいの。後ろに清浄機が入ってて、ジャケットになります。これも全部自分で、描いてますね。お気に入りは、どうやろう。あった。これですね。僕の生き方であるピース。パンク、イート、アロン、キャンセル、エグジスタンス。パンクにハングリー精神で孤独でノーと言える人間である存在になるみたいな、そんな感じです。で、こうブルーハーツありますで、今日は3つ、まあ、これも多分 90s ぐらいだと思うんですけど、リーバイスのこれね、メイドイン UK で、これ品番501ではないんですよね、多分。このサイズ感のやつもう2本ぐらい持ってるんですけど、ウエストが28、レングスが32、もう僕のハンドゴールデンサイズ。ただなんか若干こう太いというか、色が気に入って、とにかくまあこういうのはもうサイズが本当なくなってきてるんで、今日ですね、これをポスカでいつも通りやっていこうと思うんですけど、入れたい文字があってですね、この膝ここに、ドライブミーセクシーっていう、ドライブミーセクシーですね、セクシー、これなんか好きな言葉で、ドライブミークレイジーとかドライブミーワイルドとかって結構書かれてるペイントって見たことあるんですけど、ドライブミーセクシーはないなと。で、なんでセクシーってないのか、ないのかって、なんでセクシーなのかっていうと、やっぱりこう女の子にモテるためにやっぱり体鍛えたりとか、こういったまあ自分にしかない作品作りで、モテモテになっていくためにやっぱりこう色気つけないといけない、自分を、っていう意味でここにですね、ドライブミーセクシーっていう、まあフレーズを入れていきたいなと、思います。でこれそうですね、結構時間かかるんで、また明日ですね、完成したら皆さんにお見せできたらなと思いますので、ぜひ皆さん楽しみにしておいてください。以上ですね、ハリウッドスターを目指す男アレクサがお送りしました。それでは皆さん失礼します。